こんにちは、月亭美術評価です。よろしくお願いします。本日はこちら、じゃん、ユニクロで僕が愛用しているソックス2種類と新たにルームシューズ購入してきたのでアイテムレビューしていきたいと思います。今回ソックスは2種類購入したんですけども、いつも主に春夏によく履くソックスと秋冬によく履くソックスがあるんですけど、それぞれご紹介していきたいと思います。まずは秋冬によく履くタイプのソックスの方をご紹介したいんですけども、まず一つ目に紹介するソックスがこちらです。じゃん、50色ソックスです。価格が290円でサイズは27から29センチを購入しました。今回僕は白と黒を2足ずつ購入して4足で購入しました。1足290円なんですけども、4足で購入すると4足990円に消費税になります。今回オンラインで購入したんですけど、僕足が29から30センチぐらいあるので、今回購入した27から29センチというのはオンラインでしか発売されてません。ユニクロの店頭では25センチから27センチは店頭で購入することができます。ということで、いつもソックスはオンラインで購入するんですけども、一応素材はコットンメインなんですけども、アクリルやナイロンやポリウレタンなども入ってます。あとは消臭機能がついてます。50色あるということで、すごいカラーの種類の中から選べるんですけど、僕は白か黒しか購入したことがないです。もうこちらは実際に使ってらっしゃる方も多いと思うんですけども、もう本当定番でフォーマルにもいけるし、カジュアルにも使えるという感じで、シンプルなリブソックスという感じで、足首の部分はリブになってます。で、一応かかと部分が立体構造になっててずれにくいようになってるそうです。上の部分はさらにゴムが入っててずれにくいようになってます。個人的には秋冬のオールブラックコーディネートした時とかにチラッと白で差し色で履いたりすることが多いです。あと黒も一緒なんですけども、オールブラックコーデした時に全て真っ黒にしたい時にソックスも黒で合わせたりとか、あと割と綺麗めな格好した時とか、あと単純にフォーマルな場面だったり、まあ、仕事関係で履くことが多いです。黒のソックスはもうどんな場面でも間違いないと思うんで、持ってない方ほとんどいないと思うんですけども、黒のソックス何枚か持っておくと、まあ、間違いないと思います。おすすめです。今日上下黒着てるんですけども、今回の白ソックスちょっと履いてみたいと思います。じゃん、こちらも以前ご紹介したコンバースのオールスターを履いてみました。オールスター履いて、フルレングスのスウェットパンツ履くと、もうほんとちょっとソックスの範囲が見える感じです。黒にするとほとんど境目がわからないようなこの範囲なんですけども、僕はいつも気分に合わせてって感じなんですけども、真っ黒にしたいときは黒ソックス履いて、少し差し色で外したいときは白を履きます。いかがでしょうか。続いてもう一足購入したソックスご紹介します。続いて春夏によく履くソックスがこちらです。じゃん、ベリーショートソックスです。こちら価格が390円に消費税です。カラーは黒を購入しました。サイズは先ほどと同じ27センチから29センチというやつを購入しました。これもコットンメインなんですけども、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンが入ってます。これも1足で購入すると390円に消費税なんですけども、3足で購入すると990円に消費税になります。今回僕これ7足購入しました。一応4足目以降は1点330円に消費税になるそうです。カラーは全部で7色展開なんですけども、まあ、白とかダークグレーとか茶系とかあるんですけども、僕は黒しか購入したことないです。全部黒にしておくと左右とかあんまり気にしなくてもいいし、もし破けそうになったらもう他のものでも代用できるんで、いつも同じ色を買うようにしてます。ちなみにこっちも消臭機能が入ってます。こういう短いソックスって本当一昔前まではもう一部のセレクトショップだったり、本当靴下の専門店とかでしか購入できなかったんですけども、最近は本当ユニクロやファストファッションのお店でも購入できるようになったんで、とても便利になったんですけども、個人的にはユニクロの方がやっぱりコスパがとてもいいと思います。でこっちもそうなんですけども、オンラインでしか購入できないんですけども、この大きい29センチというサイズがあるんで、個人的にはめちゃくちゃ助かってます。こっちのディティールなんですけども、もう本当ものすごい浅いソックスなんですけども、このかかとの裏部分に滑り止めがついてるんですよ。こうやってちょっと分かりにくいと思うんですけども、こういった感じで滑り止めがついてるので脱げにくいです。浅いんですけども脱げにくくなってます。あとポリウレタンが 5% 入ってるんで、すごい収縮性が効くので、浅いんですけどもしっかり足にフィットするようになってるんで、これも多分ずれにくい要因になってるんだと思います。こちらもいつもどういった感じで合わせるか履いてみたいと思います。じゃん、全然窮屈ではないんですけども、しっかりフィットしてます。こういった感じです。もう全然脱げる感じとかは全然ないです。さっきの滑り止めがしっかり効いてます。こっちはソックスが見えないように履くものなので、いつも黒を購入するんですけども、黒が、まあ汚れが一番目立たないので、個人的には黒が一番おすすめです。こっちにもスニーカー合わせてみたいと思います。じゃん。以前ご紹介したバンズのスリッポンを履いてみました。
かがでしょうか。これだとちょうどソックスが見えない、ちょうどいいんですよ。この本当バンズのスリッポのためにあるんじゃないかなっていうぐらいちょうどいいです。なんで裸足のまま履くとさすがに蒸れるので、しっかりソックスを履きながらソックスは見えないという、これぐらいの短いソックスあると思うんですけども、あれを履くとここに変にソックスがこれだけ見えてしまうので、中途半端に少しだけ見えるとちょっと微妙なので、もう本当ここまで浅いやつか、先ほどご紹介したハイソックスで少し生地を見せるぐらいの感じが個人的にはおすすめです。春夏にスニーカー履くときはもうほとんどこれですね。続いて最後にソックスではないんですけども、ユニクロのルームシューズご紹介したいと思います。最後に紹介するのがこちらです。じゃん、ユニクロのルームシューズです。価格が990円に消費税です。カラーが全部で5色なんですけども、ライトグレー、グレー、オレンジ、ブルー、このネイビーの全部で5色あります。サイズが M、L、XL とあるんですけども、今回こちらも XL はオンライン限定ということで、僕足が大きいのでオンラインで購入しました。もう見た目は本当何の変哲もないルームシューズなんですけども、こう見えても通気性が良くなるような素材を使っているそうです。なんで春夏でも蒸れにくいような素材になってます。一応メインの素材は綿とポリエステルとレーヨンでできてます。と、底の部分はちゃんと滑りにくい素材になってます。で、何の変哲もなく見えるんですけども、つま先の部分が反り上がっててつまずきにくい構造になってるそうです。そして一番のポイントはこのインソールの部分が2層式になっててすごい柔らかいです。なんでこのインソールの部分が通気穴があるらしいんですけど、通気性もいいしクッション性もしっかりあって歩きやすいようになってます。ものすごいクッション性が効いてます。ちょっとこちらも軽くどういった雰囲気か履いてみたいと思います。じゃん、いかがでしょうか。ていうかめちゃくちゃクッション効いてます。前ユニクロで履いてたやつより全然クッションが効いてて、すごい不思議な感じです。ものすごい柔らかいです。多分慣れたら何でもないんでしょうけど、めちゃくちゃ柔らかいです。で、僕29センチあるんですけど、全然足はみ出ることなく、なかなかこんだけ大きいサイズのルームシューズでないんですけども、僕の大きい足にもフィットしてます。あ、本当めちゃくちゃ快適です。すごい柔らかいです。ということで気になる方はぜひルームシューズも合わせて店頭などでチェックしてみてください。ということで今日は僕が愛用しているユニクロのソックス2種類とルームシューズのご紹介でした。いつもはメンズファッション、ウィメンズファッション、キッズファッションなどをお伝えしてますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。